割と、まあ、ちょっといくいつ、いつでしたっけねいつか、あの、ほっといてくれみたいな話をしたことがありますよね。あの、ほっといてやれとかね、いう話をしたことありますけれども、まあ、やっぱりこう、人によって、誰か他の人に話したいこと、あるいは話したくないことってのあると思うんですよね。まあ、あの、僕の場合にはこれだけこう、まあ、顔も露出してるんで、別に。 隠すこともあんまないし隠すほどのものでもないと思うしまあそんなに興味を持たれるほどの人間でもないと思うんですけれどもまあそれでもちょっとあのおもろいからっていう理由であの年齢とかね家族構成っていうことに関してはあの黙秘してますけれどもまあまあそれはともかくですねあのー、まあそういう僕はそういうふうに思っているので例えば自分のゼミ性が、まあ、4年生が、えー、例えばどこに就職したかとかいうことを僕は 絶対聞かないんですよ。あの、こちらから、あ、就職どうなったのって絶対聞かないんですよね。それはだから、まあ、あのー、人によっては、例えば自分としては、あの、満足できる就職活動ができなかったので、えー、大学を卒業するけれども、就職活動をもう一年続けてね、えー、もっと、えー、違うところをね、えー、受けようかなっていう人もいるでしょうし、だそういう人に対してちょっと聞くのもね、あの、 まあ本人的に仮にそのうまくいかなかったと思ってるんであればそこにこうねなんか傷口を広げるじゃないですけれどもみたいな感じはするんでまあ僕としては基本的にそういう件に関してはあのほっといてるんですよだからそれをまあ何ていうかある種こう冷たいって思われちゃうかもしれないですけれどもでも僕は自分からは基本的に聞かないんですよねだから自分からはそういう就職活動の結果については聞かないですしあとは例えばその まあよくあるのは、普通研と言われる試験を受けるので、対策をしてくださいと。だから、その面接の練習したりとかね、出演するっていうことはしょっちゅうありますけれども、そういうことをしてあげた生徒、学生が受験した後どうなったかも僕は基本的に聞かないんですよ。でその学生の側から受かりましたとか、すいません、すいませんで謝る必要ないと思うんだけど、残念ながら落ちましたみたいな人もいるんですけども、まあ、基本的には僕からは聞かないので、まあ、そうやって、あの、教えてくれる人から聞いて初めて知るっていう感じだったんですよね。 で、今日、まあ、あのー、アポを取って、えー、会いたいですっていう学生さんがいて、ある4年生がいて、で、その4年生が、あのー、まあ、会いに来たんですよ。大学に会いに来て。で、それは、あのー、まあ、就活の結果を報告にっていうことで、わざわざ来てくれたんですよね。でも、なんとなく、そういう道を進みたいっていうような話は、えー、去年ぐらいだったかな、聞いていたので、 まあ本人が望んでいた方向へ進めることになったのですごくこう、まあ個人的にはすごく嬉しかったし、まあやっぱりそれ何よりも、まあ報告してくれたことが嬉しかったってところもありますよね。でまあそれがこう、ご家族とのなんか結構話し合いとかでいろいろあったらしいんですけれども、まあそういったところも含めてね、えー、報告してくれて、まあうーん。 まあ僕からは、その学生の皆さんの進路は聞かないけれど、かといって、こう、気にしてないわけではないんですよ。だからすごい、こう、自分の中で、まあ、ある種の葛藤みたいなのも正直あります。あの、まあ、聞きたいけど聞けないみたいなね。その、卒業した後どうするんだろうかっていうね。うん、まあ、うん、多くの人の場合には、こう、すぐには、こう、例えばさ、メディアとか新聞とかに名前が出るってことないじゃないですか。どういう形の進路に取ったとしてもね。 だからしばらくの間は例えばその SNS とかであのー、その人が何か言うってこともまあまあんまないでしょうけれどもそういうのでたまたま僕がそういうのを見かければねそういう進路に関すること聞くことあるかもしれないですけれどもだから基本的にあんまりそういうまああの、うん、僕から聞かないのでわからないんですけどねでもだから今日その報告に来てくれた人の進路っていうのは僕が ってい、まあ、大学,とし大学うちの大学からそういうところに行く人っていうのは、まあ、あの毎年一定数いるんですけれども,でもその僕が知ってる範囲では僕が知ってる中で初めての人だったんでね、まあ、逆にちょっとその仕事を始まってからいろんなことを聞いてそ,のそれこそ,その後輩でねそういう同じような進路を目指す人が出てきた場合に、まあ、話を乗ってくれると嬉しいなと思ったりしたんですよね。 まだ少なくとも僕には報告しなくてもいいけれども、まあ、キャリアセンターとかの人には、ね、何か伝えてくれると、まあ、嬉しいなっていうふうに思いました。だからちょっとこれ、あの誰に向けてって言われると、まあ、特に4年,4年生ですかね、に向けてって感じになりますけれども、もしこれを見てる人で、えー、進路が決まった人で、まだキャリアセンターで報告してない人いるんであれば、えー、ぜひキャリアセンターの人にも伝えてあげてください。ほんじゃまた。